年収1000万円を目指す時代は終わり、むしろ早期リタイアできる最低限の資産形成が新しいトレンドとなっています。ファイヤーとは経済的自立を達成して早期リタイアを実現する新しいライフスタイルのことで、近年若い世代を中心に注目を集めています。このファイヤーを最短で達成するには、まず質の最適化が重要です。固定費を見直し、生活の質を落とさない範囲で賢く節約することから始めましょう。次に大切なのが収入を増やすことで、本業でのスキルアップに加えて副業による収入源の確保を目指します。さらに重要なのが投資戦略で、インデックス投資を中心に長期的な資産形成を意識した運用が鍵となります。資産形成が成功して、ファイヤー後の具体的な生活設計も必要不可欠です。実際にファイヤーを達成した人々の多くは30代後半から40代前半で経済的自立を実現しています。彼らに共通するのは明確な目標設定と行動計画、そして継続的な実践力です。